続きまして3号艇今垣幸太郎選手でございます。おはようございます。おはようございます。もう岡田君の方は順調に金庫によろしいですか。はい、わかりました。尼崎ちょっと久々の参戦かもしれませんが、今回モーター雰囲気というのはいかがでございますか。まあ、勝率あるので、プロペラと外回りでいいと思います。うん、最近ちなみにそのプロペラ雰囲気というのはいかがですか。今週ちょっと自分、まあ、見たことないような形なので、まあ、そのまま乗ってみようかなとは思ってますけど、うん、はい、まずじゃあ乗ってみて雰囲気が違ったらご自身のイメージで。そうですね、昨日まあ乗りやすかったのでいつもよりすごい乗りやすくて、まあ、このままでもいいかなと思ってます。わかりました。ドリーム3号艇になります。コースを含めてこのレースのイメージというのはいかがでしょうか。まあ、そうですね、伸びが来ればまあ引っ張りたいんですけど、まあ、伸びは大したことなさそうなので、ほうほうほう、まあ、どっちでもいいです。スローでもスタートの方が分かりやすいんで。はい、分かりました。そのスタートですが、昨日のこのトップの雰囲気というのはいかがでしたか。やっぱ伸びは、まあ、普通ですね。まあ、あとは乗り心地だけがすごい良くて、あとは全部普通ですね。わかりました。本節は福井支部、まあ、少数精鋭でございます。ぜひとも頑張っていただきたいと思います。最後にもう一言メッセージをお願いします。はい、まあ、最終まで絶対頑張ります。3号艇今垣幸太郎選手でした。ありがとうございます。続きまして4号艇は稲田浩二選手です。おはようございます。おはようございます。お正月優勝して、その後ももう一回優勝されて、はい、リズムは悪くなさそうです。はい、まずまずですね。今節もその、ね、リズムさらに上げていただきたいんですが、モーターの雰囲気現時点ではいかがでしょうか。悪くないと思います。悪くはない。はい、レースまで時間ありますが、どういう調整をお考えですか。まあ、エンジンはいいと思うんで、乗り心地だけ求めて調整したいと思います。わかりました。4号艇での戦いです。可動位置をイメージされますか。まあ、順当なら、はい、順当なら可動を取って。スタート昨日の見え方というのはいかがだったでしょう。向かい風強かったですけど、速かったですね。じゃあそのあたりはきっちり修正してレースに。はい、はい、そうですね。わかりました。それではファンの皆さんに一言意気込みをお伝えください。はい、最終分まで頑張ります。4号艇稲田浩二選手でございました。ありがとうございます。